お前ら一緒に学校行ってるってことは付き合ってんだろ。ヒューヒュー。え？そんなわけないじゃん。たまたまだし。イエーイ、ラブラブ。田中、気にしすぎ。ギャルと陰キャが小学生に？今も続く小学生あるあるがヤバすぎ。僕の名前は田中康介、5年3組の副委員長をやっています。そしてこの派手にランドセルをデコっているのが三上咲。小学5年生の割にギャルすぎますが、こう見えて5年3組の学級委員長です。委員長、今日は僕たちが日直ですよ。委員長も学級日誌書いてくださいよ。やばい、どうしよう。田中、うち今日提出の宿題忘れてきたんだけど、ママにも持ってきてもらえないし、どうしよう。あー、世界の終わりだ。大変じゃないですか。どうするんですか。とりま、先生にはやったけど家に忘れましたって言うしかなくね。でもこの前もその作戦使っちゃったんだよね。先生も大抵気づいてますもんね。マジ？僕、黒板消し綺麗にしてくるんで、委員長は日誌書いててください。サンキュー。相変わらずうるさいな。もう、男子、もうちょっとさっきから騒がしいし、気を配ってよ。それに寒いじゃない。最低。すいません。あららこらら、先生に言ってやろう。出た、年中半袖短パンで肌の感覚ない男の子。それに赤白帽をウルトラマンみたいにしてる。今でもいるんだ。小学生あるある。ちょっとみんな静かに、先生怒ってるって。はい、静かになるまで3分かかりました。それでは朝のホームルームを始めます。あ、お母さん。もぶたね君、先生はお母さんではありませんよ。すいません、先生トイレ。先生はトイレでもありません。なんか懐かしいな。え、懐かしい？なんで小学生なのに懐かしいなんて思うんだろう。その時太郎くんは言ったのです。いつもありがとう。これからが踏ん張りどころだ。あ、犬だ。柴犬じゃん。ノラかな。今時ノラはいなくね。かわいい。はい、授業に集中してください。次は三上さんですよ。はい。田中、覚悟。えい。副委員長さん、避けてるだけでは勝てないですよ。男子なんですから、取って反撃してください。そんなこと言われても怖いものは怖いじゃないですか。それに僕を盾にしないでくださいよ。えい。田中、大丈夫？ごめんなさい、僕のせいで顔面が。いって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 。今の顔面だから顔面セーフね。ごめんな、メガネ大丈夫？大丈夫でした。いってってって。なんだろう、いつもの小学校なのに何か違う気がする。もっと僕らって大きかったような。気のせいかな。委員長、僕らって高校生じゃなかったですっけ。え、何言ってんの田中。そんなわけないじゃん。うちら前から5年3組でこのクラスだったじゃん。そうですよ、勉強のしすぎで疲れてるんじゃないですか。副委員長さんは塾ばかり行ってるから疲れちゃったんじゃないですか。それかもしかして顔面にボールを受けて記憶障害とかじゃ。マジ？保健室行く？いや、それは大丈夫なんですけど。給食あるある。田中、俺のレアカード今度あげるから給食大盛りにしてよ。ダメですよ、量は決まってるんですから。一生のお願いだから頼む。そんなこと言われても。シチューをこぼしてしまって。4組の分がないのでシチューを
分けてください。出た、年に1回か2回あるやつ。人気メニューでやっちゃうと犯罪者扱いなんですよね。シチューは地獄ですね。お願いします、シチューをどうか。もち、おかわり分しかないけど、これよかったらもらって。ありがとう。今日の給食も美味しいですね。だね。そうだ、田中、どうしました？冷凍みかんめっちゃ食べたいから、おかわりじゃんけん田中も参加してくんね。なんでですか？なんでって、田中普段おかわりしないけど、参加して買ったらうちにちょうだいよ。いいでしょ？まあいいですけど。やったー。ていうか今日の給食めっちゃ豪華だよね。牛乳じゃなくてコーヒー牛乳になってるのもポイント高いし最高。コーヒー牛乳が一番だわ。やっぱ学校帰りのタピオカが一番だわ。え、やっぱり。でもどういう。どうした田中。委員長、いや会長、やっぱり何かおかしいですよ。給食が？確かにいつもより絶対豪華だよね。そうじゃなくて全部がです。僕ら小学生なんかじゃないんですよ。どういうこと？っていうかうち会長じゃなくて委員長なんだけど。違いますよ会長、僕の話をよく聞いてください。確かにこの世界も楽しいし懐かしいことが多いけど、僕らは高校生だったはずです。思い出してください、僕らは委員長と副委員長ではなく、生徒会として会長と庶務の関係だったじゃないですか。費用学園に一緒に毎日通ってたじゃないですか。生徒会、費用学園、そういえば。先生、どうしたんですか？ついに気づきましたか。ここは記憶の中のイメージの世界。お前らをこの世界に閉じ込める。え、やば。会長、逃げましょう。待て。小学生の戦い方。うわー、ちょ、なんなの、普通に楽しく小学生やってただけじゃん。なんだしこれ。わかりません。ですが明らかにこれは僕らがいた現実世界ではなくなってます。早くこの世界から出ないと。待て、廊下を走るな。会長、お前らは居残りだ。会長、透明バリア。うわ、マジで出た、すごい。やはりここは現実とは違う世界。思うように何でもできるんだ。だから無意識に小学校のあるあるが繰り返されていたんです。じゃあそれを利用すれば。でも小学生の体のままなんで大人にかなうかどうか。いや、いける。うち前から男子が言ってるの真似したかったんだよね。男子の真似？何ですか？田中知らないの？小学生男子の中には最強の効果音があって、それを言えば途端に強そうな攻撃になるんだよ。小学生最強の効果音？何ですかそれは。まあ見てて。小学生最強の効果音、その名もデュクシー。聞いた？やっぱデュクシー最強じゃん。田中も一緒に行くよ。はい。デュクシー、デュクシー、デュクシュ。サキさん、ショウさん、目が覚めてよかったです。あれ、ここは保健室です。僕の発明品で仮想現実の小学校を体験したきり意識がなくなったので心配してたんですよ。過去の記憶から仮想世界を作るはずだったんですが、二人同時はキャパオーバーだったみたいです。それで正常に保とうとなぜか二人の記憶を抹消しようとしてたみたいで。怖っ、危ないとこだったじゃん。でも無事で本当に良かったです。危なー。でも冷凍みかんは食べたかったな。それは帰りに買って帰りましょうよ。
そうか、高校生は小学生よりはお小遣いも多いし、自由なとこがいいよね。やっぱり今が一番ですね。僕の発明のせいですいません。次は完璧にします。面白かったし、大丈夫だって。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローゼ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。